次が最後だね、ゼロ。やっとワンとのご対面か。また元を殺すんだね。そうだけど何？僕たちいっぱい殺してきたよね。殺しちゃったよね。それが？僕は全員の悲鳴がまだ耳に残ってるよ。ゼロは覚えてないな。強いな、ゼロは。行こうか。ワン様のいらっしゃる教会都市は地上の防衛網が強固、ゆえに上空からの侵攻が上策かと思われます。たまには役に立つことを言うんだね。夜の方がもっと役に立つことはすでにご存じ。まだ戦うんだね。ああ、わかった。僕に捕まってゼロ。敵の本拠地である教会都市に対し、ゼロたちは上空からの攻撃作戦を立てる。だが空で待ち受けていたのは最後に残された妹ワン、その人だった。今からまた血塗られる街だ。ゼロ様。あ？そちらの具合はどうです？敵がたくさん出てきて、鬱陶しいことこの上ないんだけど。そうですか。地上から進んでいる我々も同じような感じです。それはワン様の防衛部隊。その攻撃が激しければ、敵の本拠地が近いということです。なるほどね。
ワンはどこだ。あっち、大砲の上に紛れて逃げたよ。くっそー、どうしてワイバーンめ、さっさと落ちるんだ。前潰してやる。君もワイバーンのことになると本当に人が変わるの。地上を進もう。